ピクシス司令がいらっしゃるぞ。せっかくだから挨拶しておくか。ピクシス司令、お疲れ様です。今日も上等な酒を引っ掛けながらお散歩ですか。ハンネス、人聞きの悪いことを言うでない。外に持ち歩くのは安酒じゃ。そういえばトロストク奪還作戦では思い切った決断をしたもんですな。なに、勝てる可能性があったからこそ賭けただけじゃ。わしは負けるのが大嫌いじゃからの。いや、わしよりもあの作戦を立案した者こそ称えられるべきじゃろう。さて、任務があるので俺はこれで。お主はまだ時間があるか。ちょっと付き合ってもらいたいことがあるんじゃがの。チェスの相手を探しておってな。お主、やり方は知っておるか。そうか、ならばわしを相手に腕を磨くといい。チェスで頭を鍛えておけば戦術を考える上でもきっと役に立つはずじゃぞ。まあ基本的なところは理解できたようじゃな。次は真剣勝負じゃ。覚悟しておくがよい。俺チェックメイトじゃ。手加減できなくてすまんの。わしは負けるのが嫌いな性分でな。もう一曲どうじゃ。この心意気はよしじゃ。早速始めようぞ。まあ人間同士で勝ち負けを争うのはチェスくらいにしたいものじゃが、こんな話を知っておるか。巨人に地上を支配される前の話じゃ。かつて人類は種族や断りの違う者同士で果てのない殺し合いを続けていたと言われておる。その時誰かが言ったそうだ。もし人類以外の強大な敵が現れたら人類は一丸となり争い事をやめるだろうと。まったくじゃ。ここまで巨人に追い詰められても争い事は尽きんからの。わしも他人のことは言えんかもしれんが、そろそろ一つにならんと巨人に勝つのは難しかろうて。このままではいずれわしも巨人の餌になろうな。しかしそうじゃ、もし超絶美女の巨人を見かけたらわしに知らせてくれんか。調査兵のお主なら壁外に出る機会も多かろう。まあ本当に超絶美女の巨人がおるのなら食われてもいいんじゃが。ん？お主、その一手でチェックメイトじゃな。三度の死に心を痛めておることは承知しておるが、乗り越えてもらうしかない。しかしあまりにも不確かな作戦で部下に命まで投げ出させることは。お主の言いたいことはわかる。全ての罪はわしにある。彼らは勝手に死んだのではない。わしの命により死なせたんじゃ。この先も人類が生きながらえるためなら、わしは殺戮者と呼ばれよう。いや、私も司令を責めるつもりは申し訳ありませんでした。ピクシス司令、この先も我々はあなたの決断を信じてついていきます。心強い言葉じゃ。今日はもう下がって休んでくれ。さて、待たせたの。
で、その後どうじゃ。超絶美女の巨人を見かけることはあったかの。なんじゃと。美男子の巨人がおるならば、超絶美女の巨人がおってもおかしくないんじゃがの。まあ、見つからなかったとて気に病むことはない。そう簡単に見つかるとは思っておらん。なんせ長年巨人と向き合ってきたわしでさえ一度も見たことがないんじゃからの。じゃがお主ももし超絶美女の巨人がおるのなら、死ぬ前に一遍見てみたいじゃろう。ならば奴を見つけるその日までお主は死なぬようにしてくれよ。わかったな。